アテアカネマリーです。今日はハロウィンということでね、ちぎれた指のクッキーを、指切断しちゃったクッキーを作りたいと思います。イエーイ。お母さんと共に。え、正式名は何？お母さん、指クッキー？ね、そのまんまや。薄力粉 200g、 砂糖 80g、 バター 100g、 卵1個。 Are you okay? Okay, okay. You can rap rap with me in the crowd. Hello. Okay to talk. Bam bam. Okay, okay. To do. なんかイカゲームのコスプレとかしたかったんだけどね。このジャージのやつとか、この赤いやつとかやりたかったんだけど、家でおとなしくかぼちゃバスクチーズケーキと指クッキーを作ることになりました。私の好きなランランボールを買ってもらいました。これどうやって混ぜるの？混ぜます。卵入れます。ボーン。混ぜ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 、君の愛がつきゃんどきゃんがない。バター入れます。バター100。こんな感じに作るらしいです。指の形に作り上げていきます。キミキミナホキミキミナホ。これ指じゃないよ。は？指っぽくないじゃん。ほらそんな長い。皆さんこれ何に見えますか？170度で15分です。焼いてる間にお風呂行ってきました。うーわー、指です。これがブルーベリージャムを使って、爪には皮を剥いたアーモンド。うわー、めっちゃ指なのに芋虫みたいな。ハラペコアムシ言われ、まあでもね、これとかめっちゃリアルなのにさ。でもさらに私たちはもう一個作品があるんです。雪見大福を用意します。雪見大福で目玉雪見大福を作ります。目玉おやじ雪見大福、こんな風に作っていきたいと思います。目玉親父雪見大福ハロウィーン。ここから見たらちょっと爪指っぽく見えない。ハロウィーン、イエー。